モフさんとカズヤンアイスナウライブ、ストリーミングモンスターハンターライズ、シャープ9、初見、ハンマー各社、村クエ消化、集会所ロクライズから、モンスターハンターライズ3ブレイク、スイッチ。よし。やりますか。やりますか。相変わらず遅くなってすみません。コバンフモフさんとカズヤンです。本日もよろしくお願いします。モンスターハンターライズサンブレイク、スイッチ版やっていきます。前回は村クエの消化と、集会時録を1個やって終わり。今日も似たような感じでやっておこうと思います。久々にやるような感じに見えるな。ここ最近がの配信がかなり濃かったんで結構痩せてましたもんね。いろんなたまに挟んで気楽にやっていきます。よし、長いんで。よし、板団子は至福の味わい。そうなんだ、ここはあれだったんだよね。まあもうこの辺のもう大ボイのやっていきましょう。ケプケで穂村のカモがありますように。で、塩っ気の広場見てみようか。さあ、俺が配信してるのは分かるってのか、HDI ケーブルを頻繁にあれなんですよね、噛んでくるんですよ。いや、そこがいい。また賢い、ずる、賢いのか、あれですけど。途中の状態だなんで、まっすぐ行っちゃいましょう。ちょっと、飯食った方がいいのかな。飯食った。食わなくてもいいけど、4なら。いたずらする方向に賢くなるんです。HDI ケーブル噛まないで。愛の勝利を。おじこみつけ、喉ならし。よく見ぬようのなめくらい。足りぬ足りぬと切り立ってはいかものぐるいのあれぐるい。結構ね、村系 初見なんだ。なんかもある。ガバッとやるぜ。よし。で、マップで、マップケプケは2番に。
ことだ。見つけたぜ。もう逃げられた。惜しい。行くぜ。しかも11番かよ、めんどくさ。取りましょう。サブキャンプ。到着。外に下っぽい。こっちか。こうやって、悪く思うなよ。それじゃいただくぜ。さてさて、やれやれ、ざっとこんなもんさ。いいね、音の経験ってちょっとずつ分かってる。全然だよ、ほんとにちょっとしか踏んねえ。まあ読んだしな。よし、いや、そっか、あれ見てはねとか、ごきげんよう。危ないと、上位か、うわ、よし。どのクエストに挑まれますか。もうあとこれだけ、モンスターの剣。だるいの乗ってるから、今日村ペアは一通り終わるかもしれないです。あと
フットポイント取る必要がないんで、スタミナなっちゃうからスタート。虫がいた、虫いただき。モンハンの虫は逃げないからいいね。お前じゃない、お前だ。だから魚でしょ、うん、さて始めようか。苦戦は残念だよ。あ、なんか余計なの来たしよ。ハンマーが当たんねえ。ハハ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 ハ。どうすんの？いつも返す攻撃者。行くぜ。何かありそうだ。一歩前進だな。これな。X で行けるんだ。取った。あいつも移動してるから。先行かなり効いてるな。よし、悪くは思うなよ。止まった気分。もらっていくぜ。いる。それじゃ、いただくぜ。
これさ、湧くの待たないといけないのか、しんどくせえな。それじゃいただきます。仕掛けてくるぞ。また行こう。頼むぜ。トゥン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 トゥ、もらっていくぜ。よし、オッケー、よし行くぜ。この調子で行くぜ。さてさて、やれやれ、ざっとこんなもんさ。よし、よう思ったね。行かれてるか。もうこれだけな。よし。吉報、お待ちしております。双剣とか使えばいい。とりあえず14を突き倒す。倒したんだよね。また弱いサーズ持ってくれと。それじゃ、いただきます。ナイスワンコが倒せる。刺してる。ん？この辺刺してる。よし。行くぜ。
これか。なるほど。取った。ここに行けないといけない。で、ここどうやって登るんだっけ。この辺か。この調子で行くぜ。登れる。感じになってるんだ。せっかくここ寄ってっか。なんかありそうだね。一番上に。もしも一番上にいるのか。登れただけ。どっか登れたりするの。頼むぜ。何かありそうだ。造作もないことさ。もらった。お、これは OK。 いや、ここあるっしょ。ちょっと見てくれ。あいつだって顔面ダンサーなんすよ。なんかあるし、あれ分かねえな。取った。まああるよね。やっぱこっちの頂上もあるし、いっかー、落ちちゃうね。行くぜ。またこうぐるって登っていく。さてさて、しょ倒しちゃう。そんなもんだよ。ぶっ叩く。いい感じだ。どうしよっか。もう上目指すか。ちょっと待って。いいねえのか。いいっぽいのは。ないんだ。さらに上に行けんの。そこも怪しいね。ここ怪しいよ。一旦この上か。だが、ない。まあ、あそこの頂上にある。どうやって登るかな。そっち行けんの。やっちった。
ぱりここ経由なのがむずい。頼むぜ。どこにもないで、こっちから登れ。はしごが見えるけど、はあ、これはきついな。こう行けっていうなる。うわぁ、こんなとこ飛んだけど。この上。取った。で、こっから？から飛び込むのか。あーくそ。いやー、あの弾かれんのどうにかならねえかな。そんなこと言ってる間に湧き上がってくぜ。こんなもんか。だって、こう弾かれんの。どうみたいな。この上に登れ。で、コロコロか。これ、その上に行けるのかな。行けた。よいしょ。けえ。やはりありました。よし。景色が堪能して。基本的に岩の、岩やから。岩だらけでした。この上のどっか、さすがにないか。8番のとこ行くか。わーおー、から飛び降りても死なねえの。3番のところしかいない。2体しかいない。下にいるかと思ったらいいじゃん。悪く思うなよ。ウルタブス。
どんなもんだ。この笛をやったことで虫の報酬はそこそこもらえるんです。こった、いただき、こった。よしよし、ざっとこんなもんさ。よし、サトナイド、サトナイドくれるか。最高の狩猟日和ですね。虫を引き、クエリ、もうあと3しかない。クエストリストはこちらです。なるほど、納品とフルベルか。ホムラのカゴがありますように。あらよっと、この調子で行くぜ。
いただき。寄ってこい。あいつが標的だ。逃げた。行くぜ。よいしょ。しっぽで押さえて。しっぽで固定して。ざっとこんなもんさ。よし、次のあと一つ。いやー、もうこれ終わった後ひたすら集会所やるのみだ。やっぱり長いマラドンの後ぐらいからのストーリーがないのがちょっと残念だ。ワールドモードはシナリオ的なボリュームがある。よし、で行きましょう。
よし。いい感じだ。ちょっと待って、どっちだ、こっちがせ。下っぽいな。行こう。もらった。違う。いやこれ下っぽいね。下か上か。上なんだ。いやないね。サボテンを探せばいい。下かね。さてさて。10個多いな。一気に読んで、はあ、いただき。それならすぐ終わるか。頼むぜ。取った。何かありそうだ。下こんなよな。あったった。いただきだ。よーし、あと3個。これ下か、これ下だね。あったあったあった。うわー、行き過ぎたよ。もうノイツそっちだけ。さてさて。行くぜ。何かありそうだ。うん、こっちでした。よし、もうこの状態で飲み物も調達して周回じゃない。音の動画、音の色をちょっと見て。いい狩りだったぜ。経験値ゼロ。ちょっと確認して、絶好の狩猟日和ですね。終わったな。これ集会じゃやめたの。ご自愛くださいね。
増えてる。どうこの里は景色も人の心も誠に美しい。ギレンが悩んで待っているこの時間すら移動しに感じるの。一回丸か取るとこやん。ドアないんだ。すでに敵もいるし、熊もいるし。雷中少ないね。雷中だけか。出航！準備完了！いらっしゃいね。
し、ただいま。いや、外出ただけで汗をかく。よし、頑張ろう。さあ、こっから死ぬ可能性あるから。普通に。ガバッとやるぜ。まず、一応確認しとこう。麻酔玉があって、ちょっと待って、罠1個しかねえな。大丈夫かな。持ってくるの忘れちゃったね。もう邪魔しに来たな、もう。よいしょ。困ってる暇ない。困ったでしょ。どっちだこれ。ベリオロス近い。じゃあ今どうやって流したんだ。状態で。いや、今どうやって流したんだ。こうか。なるほど。マイナスボタンでした。マイナスでマップを開いて、マイナスで。まあ、マルチでやるときぐらいしか使わないですけどね。気をつけたぜ。いや、今のひで。やべえ、やべえ、危ねえ、ナイス。ありがとう。めっちゃ寒いね、無理だ。追いかけるとしますか。行きましょう。止めてやるぜ。頼むぜ。どこに行った。
何かありそうだ。いただき。いやー、これ散落した心をこう広くは届くんかい。あ、仕掛けてくるぞ。この男は最強だな。ありがとうよ。いやー、このコンボきつい。それじゃ、いただくぜ。やべ攻撃に備えろ。
追いかけるとしますか。もらっていくぜ。武器も腕前も磨いてなんぼだ。一体しか倒してないのか。おい、マジで、どうしよう。やべ、死ぬ。逃がして。気をつけろ。うめえ。Thank you.
モンスター、モンスター、それはあかん。来たね。加工集。余裕だな。あれこ。さて、カゼの大規模な百竜夜行が接近してる。背後からモンスターたちを追い立てるのは風神竜イブシマキヒコ。こいつの討伐が緊急クエストで行こう。塔を守るサトノリたちが総力を挙げてイブシマキヒコを引きずり出すゆえ、砦にて迎え撃ってくれる。カムラの里を苦しめ続けた長きにわたる災禍をここで断つ。カゼヤン、我らの命運を前に託す。ここで決めるか。どれでいいですか。カズヤンさん、緊急クエストを解放しました。イブシマキヒコの討伐。いよいよこの時が参りましたね。日の江姉様は強い胸騒ぎを感じていて、きっと辛いでしょうに、それでもみんなの前には笑顔を絶やさないのです。ああ、私の共鳴の力があれば喜んで代わってお差し上げる。カズヤンさん、佐藤日の江姉様を、討伐かな？ご確認ください。普通に討伐かもしれない。クエストリストはこちらです。風神。いや、百竜夜行だ。かっこいいな、風神。イベントクエストとか全然やってない、ね。生産アイテム。いっぱいある。
ぱいあるね。めちゃくちゃいっぱいある。高難度とかも。まあ、星7は無理だよ。お気をつけて。もう来ちゃって。よいしょ。ホムラの加護がありますように。ちゃんとチェックして。まあそうなんだ。体力回復量が大きくなる。何だよ。よいしょ。よし。で、ちょっと他の広場行って、これの存在忘れてた。これ多分終わってる。骨か。まあ骨でもいいけど。こんばんは、初見です。あ、こんばんは。ごゆっくりです。ついはいずこ。我は氷を舐めて投げ。楽土が縮み、淵と睨む。最近始められたんですか？溢れてくるぜ。ああ、ライズはそうです。力を合わせて。ああ、サンブレイク出たタイミングで始めてます。追加のお仕事です。まあ、結構のんびりやってますけど。よし、行きましょう。
あれ、原始神で脱躍してくれよ。これでよし。俺たちがついてるぞ。脱躍してくれよ。マックス持っちゃった。ゲームあるかい。よし、期待してるぜ。覚悟はいいかい。よっしゃ、行くでゲコ。絶対に守り抜く。
じゃあ備えろ。ちょっと応用したい。はい、期待してるぜ。よし、置いてね、こっち側を。よし、これでよし。イオリさんもいねえし、じゃあ活躍してくれよ。弾を補充しなきゃ。期待してるぜ。自分を信じて。うん、置いてね。あ、マックスだったか。マックスじゃん。これでよし。
なんだよ、向こう狙ってたんじゃねえみたいな。一番しんどいな。どうしいきます。あ、
構えの便利な。来たな、糸島キヒコ。すぐ壊れるような。向こうは全然セットしてない。飛びすぎだろ。めっちゃ飛ぶやつ。ありがとうよ。もう、いや何もできねえじゃんこれ。鳥いねえのか、鳥は。里に帰るまでが防衛だよ。期待してるぜ。600回、うわ、きつい。マジあれ何もできねえ。
すごい。ここを破られては。いや、こういや、何もさせてくんねん。
対無理ですよ。もうちょいだ。頑張ろう。よし、待ち待ち待ち。やった、待ち待ち。オッケー。いや。いやでもまだなんだかんだ半分近くあったね。ああ、全然大丈夫だった。いやぁ。思ってると前よりやっぱ慣れてきてる。よし。風神竜は？うん。おお、撃退したか。よくぞ、よくぞやってくれた。姉様、あ、胸騒ぎは収まりました。いぶし巻彦はいずこか遠くへ立ち去ったようです。これで百竜夜行は収束していくはずと言いたいところで下校が。いぶし巻彦が現れた理由、姉様がおっしゃっていた対の存在、謎は謎のままだな。井上、ミノト、里の周囲はまだ警戒を解くなと伝えろ。かしこまりました、佐藤さん。D。もう、全然下のやってないもんな。もう、それどころじゃなくて。これ全然くんないね。あれ、これやってくれてダメなんだな。あんだけ苦労して倒して一つかよっていう。元気で母さん、ご苦労だったゆう子。いぶし巻彦は日の絵の言った通り観測不可能な場所まで立ち去ったゆう。これで百竜夜行も染まっていくと信じたいが、未だに不穏な気配が消えない。いぶし巻彦が現れた理由、日の絵が言っていた対の存在、解明されぬ限り油断は禁物。もしは星6のクエストを続けつつ新たな情報を待っていってほしい。何かあればすぐに伝えるよ。よし、話したい人だ。本当によかった。あれ、何してんのさ。大丈夫。受付いたします。カジャンさんのおかげで日の江姉様はいぶし巻彦との不本意な共鳴から解放されました。百竜夜行は未だ予断を許さぬ状況ですが、日の江姉様は救われましたので私の悩みはもう解決したも同然です。あなた様には感謝してもしきれません。誠にありがとうございました。さて今回はまだクエストの追加はございません。ハンターランクを上げていくのであれば引き続き星6を進めてください。ご用件をどうぞ。 OK、 それではまた。こうなさそう。一応チェックし、すぐのことならお任せください。あ、どうします。まあ、なんなりとどうぞ。まあ、釣りますか、鍛えますか。あの、ついにレア7まで来てる。あ、どうします。思いついたね。なんなりとどうぞ。全然素材足んねえんですけど。あんだけ必死やって。それではまた。
どうしようか。あと2つか。受注可能なクエストはこちらです。飛びがかち。行ってらっしゃいませ。休憩だ。うん、オッケー。さて、よし、行きましょう。支援万丈。トリカガチ4番の上か。やっぱ積もってきてんが大丈夫かな。まあ気合いで最悪素材取ればいい。ぶったたく一歩前進だな。カブレライト。さすが俺のお供だな。俺のお供は最強だな。よし頼むぜ。
そう。うわー落とされた、最悪だ。いやーそれは最悪だよ。ちょっと待って、この辺行かねえと。天が、うわーひでえなやべ、まただよ。いやー、まずっとしやろう。ちょっと待って。ここまでやったの？スタートできる。スタートできる。アイテム取れた。仕上がったか。ま、うまうま。行くぜ。来ねえじゃねえか。何そこでシュッやってんださすが俺のお供だな。
いやー、うっあー、よかった、ピュアーってよし、追いかけるとしますか。いや、太いの多い。これで元通りだ。もうねえよ。あれよっと。いい感じだ。うん、あ、やめた。気をつけろ。危ねえ、ナイス。見えねえよ。ジオーガさんが。来てすばっかり。足がふらついてるぜ。よし、頼むぜ。寝てるね、ちゃん。罠の準備完了だ。罠にかかったぞ。どんなもんだ。一歩前進だな。何かありそうだ。
よし、次ラストにしよう。で、次回緊急からだ。頼もしいで。ゲード話の活躍で高く評価した。ありがとう。セール中とか言ってる。そんな安いの。セール。ああ、この辺全然持ってねえな。これ。これ作れると思うんだ。風神流使うんだ。うーわー、マジかよ。なんか楽しいんか、どっから使わねえ。かっけえ。しか残っていいじゃん。いや、感じなの。ホムラの加護があります。よし。
いいね。ああ、結構、これ結構取りやすいね。調子で行くぜ。いいなぁ、しかし。あらよっと。でも下降りる。ガッコラセット。余計なのってしまった。してんね、移動してるけど下だよ。ぶったたく。一歩前進だな。よし、もうこんだけ体力あるもんね、キルする。あらよっと。余裕だぜ。いただきだ。一つ達成。よし、あとは火吹いてくるやつ。いいよ、一応。ラージャーよりは余裕。ラージャーだね。ジオ。俺の音は最強だな。もう半日だけの狙いになる。追いかけるとしますか。
頼むぜ。仕留めてやるぜ。ぶっ叩く。取った。いやー、方向さきれいな、これ。ありがとうよ。いいじゃねえか。知ったか。あれ決まったか。あれもねえな。仕掛けてくるぞ。
少し。あぶねえ、取れた。よかった。会話だけしとっか。会話して終わろう。結構。お母ちゃん、緊急クエストが届いたです。キサキグモ八つか滝。あ、初見だね、これ。が、溶岩洞で大暴れしとるで結構。これを狩猟するで結構。しかし、八つか滝が溶岩洞に出現とは、機械で結構ね、特定の地域でしか目撃情報がなくて、溶岩洞に現れるはずがないの。それにさっきから身元の様子がおかしいので結構。井上の件が解決して元気になっとったのにどうしたんだよ。ともあれ八つか滝の狩猟を任せたって。赤瀬さん、緊急クエストは入っています、ね。私の様子がおかしい。やはりそう見えますか。何と申し上げればいいのか、自分が自分でない感覚をして少々疲れているのかもしれません。しばし休めは回復すると思います。どうぞお気にならず、ラーズに緊急クエスト行ってください。今回使用するのは、なんだっけな、八つか滝。予想しがたいガラクリのようなこと、強力な火炎放射に要注意です。それでは5分。特別なクエストが来ている。よし。次の。骨格なんだ。骨格するだろうか、いいけど。うん。V 墓や3回。練習すらしてねえ。よろしくお願いします。あ、これだ。これはね、あ、これ条件書いてねえんだ。調べねえとわかんねえ。的にはまだルーキー。クリー武器は当たり剣と、これなんだ、星がついてる。あ、
こんな細かく設定できんのこれ。いや、これ不定期のって。そっか。これで入力しなきゃいけない。めんどくせえな、スイッチ。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。